こんにちは、こんばんは、ホビドワです。シャドウォリア2プレイス再開していきたいと思います。ってことで、ちょっとね、お金が大量に溜まっているので何か買えないか、ちょっと見てみよう。何このオポシングソウル。やべえな、レベル94とかさ、エクスプロジブソウル、ロックレスコアブトリンフ。ダメージ28、アンモセーブチャンス23、強くねこれ。買おうかな。ダメージ 28? 何この、頭おかしい。頭のおかしい。攻撃能力。すぐね。ダメージとスモールエネミー下がるね。キーアフターエネミーキーレッド。強力なものが結構出てきているね。金がせっかく溜まってるので、ちょっと欲しいものはちゃちゃっと買ってしまおうかな。これレベルじゃない。アロープロジェクタイルとスティック。スティックくっつく。どういうこと?他はそんなにでも欲しいのないかな。ベルフォレート。ベルフォレーター。あれか、敵を貫通する的な意味のね。ボナー、ボーン系あるのかな。なんか今持ってる銃一つこんな感じなんだけど、オートマチックショットガン、ちょっと気になるけど、先にこれを買いたいかな。買うんだったらな。ちょっと待って、先ほど手に入れた 武器というかやつはどこに装備できるんだい。気になるな。この現在使ってる刀が非常に強力なので、これに装備できるもんだったら装備してしまいたいところだが、ちょっと待てよ。これがダメージプラス13なので、これのところに入れられるかな。これの代わりに入れられるものなら入れてみたい。ロックレスコアオブトリンフ。おお、これだよな。めちゃくちゃ攻撃力上がるかな。どうなってんのさ。ただアンモセーブチャンスは当然全く関係ないからね。変わっちゃうけど、エクストラトキシックダメージ、エクストラダメージアズトキシック、こちらなどを変えるよりはあれを変えた方がダメージ量的には多いかな。だね。これを変えた方が当然上がるよね。 DPS91、 90、 98、これだね。191。非常に強力。100になるね、攻撃力が。ちょっと待ってよ。ちなみにこちらはダメージ、クリティカルダメージボーナス、ダメージとエネミー。ここら辺で、これを変えてもいいかな。まさか動画の序盤でこんなね、装備を、あちゃこちゃやるとは思わなかったので、全然予想外だったんだけど。やはりこちらにつけるかな。ね、ダメージ上がるやつあるし、レックレス使っちゃいましょうか。レックレスソウルオブヘイスト。レクレスコアオブトリスタン、これでよろしくお願いいたします。そしてこちらの使っている刀なんだけど、ダメージクリティカル、クリティカルダメージボーナス、クリティカルチャンス、ダメージとクリティカルチャンス系があるからな、一概に変えてダメージが上がるとは限んねえよな。まあ単発のダメージ上がるけど、レクレスソウルオブね、やっぱりダメージ的には微妙なところかな。こちらの方が若干上がるね。あえてこちらを選んでいく感じで。レックレスソウルオブヘイスト。あれ、さらに上がるやつなんかあるぞ。キードレイン、クリティカルチャンス、プラス 10%。素晴らしい。でも読めた方がいいな。と、まあ、バカやってないで、とりあえず行こうか。よっしゃ、攻撃力が上がった。そして今回ね、説明するの忘れてたんだけど、実は難易度を一つ上の難易度を選んでいるんだ、いつもいるね。なので、今回いいものがドロップする可能性もあるけれど、逆に敵にぶっ殺される可能性も非常に高い。ソウルオブビネガリ、エクストラダメージアズトキシック、ダメージコンベテトキシック、トキシックエフェクトデュレーション。はい、これ買おうかな。買おう。なんか今回もあれだな。この現在使ってる刀の強化に使えるのではなかろうか。こちらだったかな。エクストラダメージアズトキシック。こちらの強力なのこれだろうな。買えるんだったらね。どこ行ったんよ。ソウルオブビネガリ、これかな。めちゃくちゃ強力が上がる。最高だね。ソウルオブビネガリ、やはりこちらの青い方だよな。なにこれ、難易度上げただけで、ちょっと出てくるもの良くなってきてるんだけど、どういうことさ。非常に助かりますが、攻撃力がめちゃくちゃ上がったよ、この刀の。素晴らしい。さて、ではメインミッション行こうか。ごめん、メインミッションじゃねえや。メインだったか覚えてねえけど、とりあえずミッション行こう。なんかサイドはもう全部クリアした感じ?これか ?R in family. You have to find. フェイザー、親分。親分見つけてこいと。
このストーリーミッションを進めると、他のサイドミッションを進められなくなるけど、それでもいいかいと、ぶっちゃけもう全部やったんでよろしくお願いします。また前みたいに誰かが死んだりとかするパターンだろうか、ぜひ勘弁願いたい。このどんでんのシーン、妙にシビアだよね。シュールだよね。よっしゃ、コイルがめちゃくちゃ上がったが、敵にぶっ殺される未来しか見えねえ。敵があまりにも強い場合は、とりあえず難易度1つ下げる感じでよろしくお願いいたします。いや、割とマジでね。とりあえず前回、協力プレイをした感じだと、この難易度でも通用したんだけど、序盤のステージだったからな。できることなら経験値の取得量や入手できるアイテムがいい。ちょっと高めの難易度でプレイしたいにはしたいんだけど、こっちにシートこうと。はた、あからばこう。どうしたんだい？ You excited? Finally gonna meet your old man? Yeah, and help chop him up. Should be a real sweet scene. Shit. Remind me to never. さあ、進むぜ。敵が大量にいるあれになってるけど、おーっと。いきなりようわからねえやつ出てきたな。まあいい。素晴らしい。倒せていますね、今のところ。あ、でけえの出た。しかもトキシックだ。最高だね。ああ、全然、でも、一撃でこちらが死ぬってこともないね。あれ、フィジカルイミューン？フィジカルイミューンで？何に弱いの、お前。今、物理耐性あるの？すごくね？それちょっと辛いな、俺。あ、氷耐性ないのね、お前。やばい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 。さすが難易度高いだけある。あ、こっち逃げたらやばいかって感じだ。待って待って、こいつもしかしなくても、実は倒さなくてもいい系のやつだよね、多分。倒したいけど、倒したいところだけど。ちょっと待ってね。割とまさかこんなやつに出くわすと思わなかった。周りにいるザーコどうもなんとかしよう。俺一応トクシック強くしたんだけど、トクシック以外が強いやつが出たね。素晴らしい。おっと、こんなところに。エッセンスオブエレクトリシティ。はい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 。H、じゃんじゃん回復者が上がりますね、アンチキ照明。チキショー、どうやって倒す？絶対当たんねえパターンだ、これ。ちなみに、下の方に大量に雑魚敵がいるので、できれば下の方には行きたくないんですが、行くしかないですね、これ。多分これ行くしかないパターンかな。でも行くと死んじゃいそうだな、これ。ほら、こんな感じで。やばい、めちゃくちゃ引っかかってた。おっと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 、素晴らしい。素晴らしい。あ、お前らあっち来い。ここまで誘い出せや、俺のもんだ。でけえな。ちょっと予想外にでけえな。とりあえず一体お亡くなりになってくれた感じ。おっと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 、やばい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 。数が多い。数が多い。さあ、こっちまで来い。いつの間にかデカブツに回り込まれてたからな。どうなってやがんだ。どうやって回ったんだ、あいつ。お前だよな。だと思ったと思う。エリートワーロード。いつものワーロードなんだね、一応。そんな感じは全くしねえが。お前が呼んでるのか、犬っころ。お前のペットか。そうか、これ、もしかしなくても、あいつを倒さない限り、これ永遠に出てくる感じ？今思ったけど。片方、霊気ダメージゼロのやつがいるな。多分、でも、あ、こいつはあれ、イミューンじゃないね。おっと。ちょっと待って。いけるかな。何が辛いって、他のやつ混ざってんだよな。回復しつつ逃げるぜ。よく生きてるよな、俺。イミューンなやつと、ダメージ無効化のやつと、無効化でじゃないやつがいるんだよ、犬っころ。無効化じゃないやつを先に倒したいんだけど、無効化のやつが来るんだよな。こいつが無効じゃないやつだよな。もう一人あっちか。いたいた。こいつを先に倒したい。ただこいつ、自動回復がついてんだよな。おまけに後ろから来てるのがバレバレなんだよな。来てる来てる。やばい、死ぬ。セカンドチャンス。
はい、セカンドチャンス発動。死にました。ですが死にました。はい、エネミーヘルスレストアで敵の HP が全回復するというね、この難易度だ独特のあれがあるんですが、とりあえず倒せたのでよしとしよう。うん、どうしようね、こいつイミューンじゃない、な何系。とりあえずここのいたやつは倒せたんだよね。待って待って、なんか別の属性つけて殴っていく感じでいいんじゃないかろうか。俺なんか別の属性ついてるサムシング持ってた、これか、強いて言えばダメージ与えてる、これ回復してね、回復はしてねえか、弱点的なマーク出てるけどあまりにも威力が低いのか。なるほど、了解した。あ、炎ダメージ、炎ダメージ入ってる入ってる。ただ撃ちながら攻撃できない、撃ちながら攻撃できないじゃない、回復しながら攻撃できねえや。俺どこ行ってるか全く分かんねえんだけど、やべえ、変なところ引っかかった、立ちが悪い、立ちが悪いところ来ちまった、関係ねえやつがいる。あ、ここ犬っころがいたところか、おびき出しちゃったな逆に。今のうちにロードしとこう。おお、さようで、お兄さんいらっしゃい、お兄さん以外もいらっしゃい、こんにちは、よくいらっしゃってくれましたね。これ思ったんだけど、そろそろ弾薬切れるよね、倒す前に。倒しきれるかなこいつ。くっそ、出口がどこだかわからん。キチャージ、はい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 、それどころじゃない。犬っころが先に来そうで怖いな。犬っころはどうでもいいんだぶっちゃけ、ワーロードの方をなんとかしないと。はい、ワーロードなんとかなった、素晴らしい。ふう、かつてこれほどハードだったことがあったろうか。ソウルペネトレーション、なんやかんやでレジェンダリーマークのやつだね。さすがに難易度一つ上げるとだいぶ違うね。おめえも一応イミューンなのか、素晴らしい。属性付きの武器持っててよかった。てか難易度上がるとイミューン出てくるんだね、特定の属性に対して全くダメージが入らないってやつ。こいつは覚えとくに越したことはねえな。他の属性 100% の武器作っといた方がいいのかこれは。まだ多分出てくるぞこういうタイプのやつ。取得できるお金とかはめちゃくちゃ高いよね、でも量が。よっと、うん、OK。 まさかちょうどね、ちょうど強い、こちらが強いトクシックに対して向こうを持ってるやつがあんなに大量に出てくると思わねえもんな。そしてまただよ、まただよ。何、 トキシックはダメなの、ダメなのね。なんでさ、バーになんでそういうことするのさ、場所が悪いな。俺の鍛え上げられたスキルが全く役に立ってね。ちょっと待ってね、しばらくお待ちください。やはりああいうやつらに対してはね、結構ダメージ入るんだけど、それ以外のやつらに対しては全く入んねえな。なんかが持続で当たってるんだけど、何あの攻撃。はい、よっと、とりあえずこの2つの武器をなんとか使い分けて攻略していこう。ここに本のマークがあるけど、 あったあった、入手しとこう。もう一体いるよね。いやー、ハードやハード。何、ここら辺にアイテムがあるマークがあるね。どこら辺、イミューン、イミューン、すげえ強いとか、強いとかじゃないんだ、もうイミューンなんだ基本的には。無効化だね基本的に、敵の属性に対してのあれは基本無効化だね。で、強いやつがあそこにいるんだよ、氷属性か。氷属性だったらね、まだ。そして出てくるやつがエリートだ、スピリオルですらね。
まあトキシックじゃなきゃなんとかするさ。トキシックだと困るけど。ちょっと待てよ、このパターンはちょっとまずいので、せっかく面白いことになってきているのでちょっと変えよう。これをまず属性分けてやられてるじゃないですか。これが氷、これが 100% 毒で、こちらを 100% 氷にしよう。こちら 100% 氷にしよう。これは使い分けていかないとやばいパターンだ。まずこれにして、こういうの全くフロスティアスペクト、これかな、フロスティーソウル、エクストラダメージアズアイス、ダメージコンバットアイス、これで。で、こちらも、エクストラダメージアズアイス、チーリングエフェクトデュレーション、チャイズフリーズでエクストラダメージ、でもまだパーセンテージが83なんだよな。もうちょっと上がるやつないのか。コンバートダメージが100になるのは何個かあるんだけど、ちょこっとだけ能力下がっちゃいますね、だいぶ DPS 自体が。これ青いからどれか上がるやつあるんじゃない？ダメか。まあといっても 83% なんでよしとしよう。これはよし。で次はこちらの刀を炎属性にしようか。でも炎属性の強いやつあるかな。ヴォルタイックソウル、エレクトロクト、エッセンスオブジュース、これエレクトロか。エッセンスエレクトロし多いな。エレクトロ系は多い。基本的に DPS 下がるよね。エッセンスオブジュース、バイティングソウル、トクシックダメージ、ボルタイクコア、バイティングソウル、これこちらにいいんじゃない？こっちにしてバイティングソウル、どう？ダメか。あ、ダメだ。ダメだ。それほど強力ではないのか。どうしたものか。だ、もう下がることを覚悟で入れるか。てか炎系少な、俺。炎系ほとんどねえな。炎系ほとんどねえや。色にして、でレアもので、とりあえずどんなのがあるのか見てみよう。さすがに上の方になんか何かしらあるだろう。炎系で、炎系を頼むぞ。ブレイジング、ここはレベル38なんだ。弱俺のやつ。あ、エッセンスオブコンビュスチョン、ハイファイヤーダメージ。まあここは背に腹は変えられないので、あえてブレイジングコア、エクストラファイヤー、ファイヤーで、こちらでファイヤーをもう一つね、つけておしまいたいんだけど。これか？ブレイジングサブスタンス39と、これが一番強力かな。ちょっと残念な感じにコイルが下がってしまったけど、まあ、この難易度でやっていくんだったらこちらの方がいいだろう。さて、これでとりあえず3種の神器というか3属性にしたので、おそらくやべえ、当たらねえってことはないと思うんだね。そういうことにしようぜ。では行こうか。何やかんやで今出てきた雲、炎耐性マックスだったよな。今下にイミューンって書いてあったぞ。まさかこんな難易度変えてすぐちょっといろいろ考えさせられる感じになるとは思わなかったけど、これはこれで面白いんでよしとしよう。しかし HP の最大値上げといてよかった。 HP が高くなきゃね、即死してしまう感じなのでぜひぜひ皆さんも高い難易度でやるときは開けてください。つか上げろ、上げないでやばい。おい、お前らどこから湧いて出てきてる。無限湧きじゃなかろうな。やめろよ、無限湧きとかシャレにならねえからな。さて、でかいのが、明らかにでかいのがあそこに行っているんだけど、アイスイミューン、パワーイミューン、ファイヤーブネラブル。あ、ファイヤーに対して弱点か。でもまあ、こちらの方が強いだろうから。ロードデストロイヤー。お前がどういうロードなのかよくわからないが、とりあえずこれをぶち込んでいこう。俺のとっておきだ。よし。なんかアチーブメントを解除したけど、それは重要ではない。あ、武器落ちてる、まさかの。
武器落ちてるマークがあるね。素晴らしい。なんだかよく見えねえが、なんか落ちるらしいぞ。おっと、シェンロン。おお、アイスダメージ。ファイアレートフォーダー。おお、アイスダメージのある銃だ。素晴らしい。ただいまアイスダメージを強化したばっかりだというのに、空気の読めねえやつだ。フォーチュンクッキー、フォーチュンクッキー、どこだ、フォーチュンクッキー、あった。現実とは君が逃げることのできることのことだ。君が逃げることのできるもののことだ。だね。うん。さて、で、今ゲットしたのはこれか、シェンロン。なかなか威力が高いな。加えてこのダメージコンバートとアイスが出てるのはいいよね。ファイアレートプラス40フォードのシムタニオスキル。ああ、敵を何体も倒すとちょっと速くなるか。オートマチックグレネードランチャーなのか。残念。ちょっとグレネードランチャーではないと思ってたんだ。パッと見た感じ、俺てっきりマシンガン系のサムシングだと思ったんだけどね。そういえばこの難易度でボス出てきたらやばくね。こんにちは。あ、ちょっと待って。お金。メズさんに話しかけよう。こんにちは。To what do I owe this pleasure? Oh, I didn't come to see you, you washed up pile of demon crap. I'm looking for the Yakuza's big boss, the Oyabu. The Oyabu? ザ・オヤブンってちょっとね。ザ・オヤブンを探してるんだと。So you know him? Oh, he's quite a fascinating character. What will you do once you've found him? Chop a few pieces off him. I only need one, but with this guy...Let's just say it's personal. Oh dear. I don't think he'll stand for that. Everyone has a breaking point. Mamushi Heika certainly did. Nonsense. She would never betray me. Betray him? So, you're... No. It's not possible. There's no point in secrecy any longer. My goodwill attempts have been terminally undermined by my misbegotten offspring. What?What does a god want with a Yakuza boss anyway? I needed something, she needed something. Oh, おお、こいつ、あの女性、マムシエガさんと、なんかあったと。Cute. I wouldn't expect you to understand. Oh no, I get it. Power for sex. All this arrangement in the book. And hey, you even got a kid out of the bargain. She is no concern of yours. Well, I hate to break this to you.Daddy's little girl is all grown up, and she's not your biggest fan. The feelings of the half-breed are of no consequence to me. I'll kill him. あれ、こいつが、こいつが、神子さんの、神子さんでいいんだけど、今、主人公の頭の中にいる女の子のお父さんってことか。探す手間が省けたね。Take laughing stock over rapist any day. It was a business arrangement. You keep digging, buddy. There's a pony down there somewhere. If you throw, 彼女はハーフなのかということは。There's nothing I can do for you. She is as duplicitous as she is asinine. Oh, and I'm terribly sorry, but I can't spare any body parts today, Lo Wang. But be sure to come see me after my dear sister hangs you out to dry.I do so enjoy a good laugh. I'll be in Mamushi Heika's old office above the laundry. Whew, there goes the neighborhood. Oh, and just so you know, I do take starch in my shirts, but not too much. Makes me itchy. Have a nice day, dick face. ということで帰ることになりました。いやー、予期せぬ感じでクリアしてしまいましたね。まあ、彼をね、神子さんのお父さんを探すために、親分さんの体の一部が必要だったので、まあ見つかってしまったんだったらそれはそれでいいんだけど、俺の英語が間違っていなければ、彼がお父さんだということらしいです。あれ、これでとうとう、彼がいれば確か彼女を主人公の頭の中から出すことができるんだったかな?ザウロ覚え。きっとそうだったはず。パレス・オブ・ザ・アンシェント。アメ女さんと話せと。プロ
これ絶対これ言っちゃなんだけど絶対あれだよね、エリート。あ、こいつら敵じゃね。各人一つレジストがあるんだけど、これ戦闘になる感じじゃねえな、ゴズ。これ雨女さん仕掛けてくるんじゃねえか。あ、だからサイドミッションできなくなるやつが出るんじゃない、彼女と敵対するからみたいな。メズが親分だと。It was obvious from the way he conducted his affairs. Let's just say it had my brother's aroma. So why did you? Oh, you were trying to kill me. Figures. Oh no, I never meant to harm you, my noble champion. Well, you got a funny way of showing it. I was, however, trying to kill her. Her. Your little hitchhiker. Kamiko. Indeed.彼女は神子さんを殺そうとしていたと。まあ、おまけで主人公も行くけどね。Can you please kill this man for me? Yes, mistress. Oh, there's a good boy. Goodbye, Luan. Do try to stay dead. これでゴーズさんと戦闘になりそうだね。Just a heads up. When I get out of here, I'm planning on destroying your entire family. I will hold your coat. ということで戦闘になりそうだね、やっぱりか。さて、こいつら多分めちゃくちゃ強いんだけど、どうしようかな。めちゃくちゃ囲まれてる。まあ戦闘になるだろうとは思っていたから覚悟は決めてたんだけどね。とりあえず1体ずつ行こうか。思いっきり嫌な方が来たね。とりあえず数を減らしていこう。穴だ穴危ない。イミューンじゃなければとりあえずちまちまとダメージを与えていけばなんとかなるだろう。ただこいつら自動回復スキル持ってるやついるな。おっと、しかし雨女さんも敵か。敵しかいねえな主人公。ヤクザから追いかけられるわ、ジラから追いかけられるわ、その他もろもろから追いかけられるわ。しまいにはデーモンたちとまた戦闘だ。素晴らしい。四面楚歌とはこのことよ。さてバカやってねえでまともに何体か倒そう。こいつアイテム落とさないの？なんか1体か2体倒したような気がするんだけど。しかしキャーキャーうるせえな貴様ら。おっとっとっと、あーイミューンじゃないから一応ダメージは入るのね。了解。おっとっとっと、トロもいるけどトロ倒すのは後にしよう。アイテム落ちてる。取りたい取れない、それどころじゃない。素晴らしい経験値、おいしいです。よーし、ちょっとよけようか。一応相手も毒のやつ使ってきてるから危ねえんだよな。トロを倒したいんだが毒ダメージって素晴らしいね。トキシックに対して耐性持ってるやついるけど結構倒せてるね。なんかなんやかんやで吹っ飛ばされてんな俺。ちょっと待って、いったあと取るか。取るいったね。あとお前か。あ、まだ生きてたや。オッケー、念のため回復。何が起きるか分かったもんじゃねえからな。最近は物騒だからね。マムシ兵かダイアリー。
お金とその他諸々を入手しておこう。よし、帰ろっと。使う。インベスティゲート、ホージスグレイブ。ホージ、見に行こうか。前作の主人公の相棒、ホージ。剣がおもむろに置かれてるんだが。おお、この剣は。この剣は、確かオンラインプレイ中に違う方が使っていた剣だよな。入手するってことか？ほう。Thanks, old buddy. You and your niece make a pretty good team. Huh? Nothing. Ho ho. Use the blade of exile to destroy the seal. Exile の剣を使って封印を解けと。追放の剣か。Blade of exile。スペシャルアタックが敵に当たった時、自動でバニッシュを使う可能性がある。命令ウェポン。こちらを使うよりこちらの方が強いんじゃないかな、ウェポン。こちらをサイド。それどれ入れた、ここ。この上のところ何入れたっけな。あ、思い出した。思い出した、これ。これこちらに装備して、で現在のこの剣、多分単発でこちらの方が強いから、これのところに入れよう。で、これに現在ついている炎属性らをなしにして、炎属性をこちらにつけよう。ブレイジングコア。雷属性の方がでも現在強いんだよな。だが、どちらにしろ、この炎属性をどれかにつけないとなので、つけるか。163が最大だよな、おそらく。163。174がこれも最大か。175ある。175。170これか。エクストラダメージアズファイヤー、ダメージコンバータイズファイヤー。175。74でもいいけどね、俺は。これかな、じゃあ。ファイアダメージ 80%。なかなか強力。こちらほどではないが、そもそもファイアダメージ関連が弱いからな、今つけてるやつが。これで上がるやつはないよね。一番最初に入れたやつなんだけど。あるわ。何百円であるわ。エクストラダメージアズファイア。何百円で上がるってすごくね。まあいいや。とりあえずこの状態にしとこう。おっと、これじゃねえ。これで切れるんだ。一応炎属性のはずなんだけど。ほう？敵がいるね、思い切り。スペクター。スペクターがやばいな、くせ者だな。素晴らしいダメージの量だ。申し分ない。この剣の威力は申し分ない、申し分ないが、やばいな、数が半端じゃねえ。敵の数が半端じゃないので一旦避けつつやるか。あ、2体いたんだ、やばい、やばい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 。クソ、あそこにあるライフキットが欲しかったんだが取れないな、これは。死んだか、帰ったか、あいつら。死んではいないんだから帰ったかな。ワープでね、向こうが行っちゃったかな。あ、倒した？毒ダメージで死んじゃったかな。よいしょ。あ、ユーズだ。Is that even a verb? It is now. That definitely changed the interference patterns. If you break the other one, I might be able to get us out of here. おっと、トクシックブネラビリティ。助かるぜ、非常に助かるぜ。
よいしょ、ちょっと逃げようかな。せっかくパワーアップしたのにね、結局逃げることになっている私です。いつものことだね。おっと、おっと、ただ刀自体は申し分なく強くなってるよね、こちらの。おっとっとっと、やべえやべえ、シャレになってねえや。おっと、一体撃破？毒で死んだかな？もう一体、おそらく。おー、イエス。はい、回復ナウ。これは自動 HP が自動で回復していく系のスキルをちょっと取った方がいいかもだね。といっても 40% までしか回復しないから何とも言えないところだけどね。おっと、そういえばそろそろ収録時間が結構経っているのな。今回は一旦この中途半端なところだけど一回切らせていただくとしよう。次回はこの直後からのプレイ再開だ。ごめんよ。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドワでした。